政治を見えるか。どうも、見えるかチャンネルのミランです。この動画では今回の衆議院総裁選に出馬する高市早苗議員について紹介していきたいと思います。それでは高市早苗に迫ってみよう。見えるかチャンネル。高市氏は1961年3月7日生まれ。血液型は A 型、星座は魚座です。1973年に奈良県立宇根美高校に入学。その後1984年に神戸大学経営学部を卒業し、パナソニックの創設者として知られる松下幸之助が創設した松下成蹊塾の5期生として入塾しました。その後1987年12月から1989年3月にはアメリカへ渡り、民主党下院議員パトリシア・シュローダー氏の個人事務所にアメリカ合衆国議会コングレッショナルフェローとして在籍し、政策の調査などに従事しました。ちなみにコングレッショナルフェローとはスポンサーによる援助のもと、一定期間議会・委員会や議員事務所にメンバースタッフの一員として実際に勤務するプログラムに参加している人のことを指し、アメリカ合衆国議会の他にも公的な議会・委員会ごとに活動内容に沿ったプログラムが組まれています。1993年に行われた第40回衆議院総選挙では、出身高校のある奈良県から無所属で出馬、見事初当選。その後1998年、現在では経済産業副大臣にあたる通商産業省政務次官への就任などを経て、2006年には内閣府特命担当大臣、2012年には女性初の自民党政務調査会長、2014年から2017年には女性初の総務大臣などの役職を歴任。特に2014年から務めた総務大臣では1066日という歴代最長の期間で在任しました。経済産業部門に明るいながら、プライベートでは大学時代にヘビメタバンドでドラムを務めたり、熱狂的な阪神タイガースファンであるという意外な側面も持つ高市早苗議員。これからの活躍に注目です。会派については過去の動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、新しい動画はこちらです。次の動画もぜひ見てね。バイバイ。